今日から若紫の巻に入ります。わらわやみにわずらいたまいて、よろずにまじない、火事など、まいらせたまえど、しるしなくて、あまたたび起こりたまいければ、ある人、北山になんなにがし寺というところに、賢き行い人はべる。こぞの夏も世に起こりて、人々はまじないわずらい種を、やがてとどむるたぐいあまたはべりき、ししこらかしつるときは、歌てはべるを、徳こそ試みさせたまわめ、など聞こゆれば、飯に使わしたるに、おいかがまりて室の戸にもまかでずと申したれば、いかがわせん、いと忍びてものせんとのたまいて、おんともに、むつまじき4、5人ばかりして、まだ、暁におわす。ここで最初にわらわやみというのが出てきますけれども、これは前からの続きでこう考えますと、夕顔の女のああいう大きな死の汚れに触れたわけで、源氏もすっかり健康を害してしまったわけですけれども、その続きのようなこう気持ちがなんとなくしますけれども、これはこれでもまた違う話といいますかね、新しい気持ちで語り出しているので、こういうところも我々が今現在の一人の作家が書いていく長編小説、まあそういう長編小説の中にもいろんな最近は作り方書き方がありますけれども、まあ普通現代小説の長編小説というふうなもののこう前の段と次の段との緊密な続き方というふうなもので考えるとちょっと違うわけでして、これはこれで別の事柄なんですね。わらわやみって言いますのは、和名を類聚抄というふうな昔の辞書なんかによりますと、この何遍かこう繰り返して、熱が出てくる、ちょうど後のマラリアのようなそういう病気なんですね。で、しょっちゅう繰り返して熱が兆してくる。で、その、わらやみに、おかかりなされて、当時のことですから、また、いろいろ、あらゆる方法で、まじない火事、祈祷というふうな手段を講じて、治療にお勤めになるけれども、一向に効果がなくって、頻々と発作をお起こしになるからして、ある人が勧めて言うのには、北山に何がし寺というところに、賢く行い人はべる、今日の北山に名を伏せた言い方で、従来の何がし寺なんとか寺とい う場所がお寺がございまして、そこになかなかたっとい行者さん、修行者がございます。
去年の夏にも同じような病が世間に起こりまして、人々がいろいろとまじないを務めたりしてこの病気にかかりましたが、間もなく病気がうまく治ることがいくつもございました。まあそういうなかなか霊験の新たかな修行者でございますよというふうにして進めるわけですね。シシコラカシする時はこの病気はこじらせまするというと大層ひどいことになりますが、少しでも早く修行者の家事を試みて試みさせてごらんなさいませなどとそばの者が申し上げると、それで、その北山の当人に飯に使わしたるに、お飯の使いを派遣しますと、おいかがまりて室の戸にもまかれず、もうすっかりこの頃はおいかがまってしまいまして、室ってのは近し式の子部屋ですが、もうちょっと後になんか岩室にのようなところに住んでいるって出てきますが、まあそういうところに穴にこもったような生活をしている男なんですね。それで、すっかりこの頃は覆いかがまってしまいまして、もう部屋の外にも出ることいたしませんと、非常にそっけなく返事をしてきたからして、で、いかがわせん、いと忍びてものせん、これじゃどうしようもない、大層お忍びの格好で、忍んだ格好で出かけていこうとそうおっしゃって、お供に親しい限りのもの、わずか四五人ばかりお連れになって、まだ夜の明け方にお出かけになった。まあこういう形で、この若紫という、巻の話が始まっていくわけなんですが、本当は若紫というのは、つまり、紫の上のやがて光源氏の北の方になる紫の上のまだ若い頃のことを語っているから若紫というわけですが、非常に大事な、まあ、巻でもあるわけですね。物語の筋の上から言えば、ただ若紫という言葉はここにしか出てこないんですが、ただ有名な若紫っていうのが、これは伊勢物語の最初の巻のところに出てきますね。有名な段であり有名な歌ですが、おそらく作者自身も、それから読む人たちの心の中でも、あの伊勢物語の「ういこうぶりの段」、そして「若紫」という歌の言葉の歌の出てくるあの段の印象ってものが、
当然こう感じられてくるんだろうと思います。源氏のこの巻巻の名前はどうしてついたのかってことは的確にはまだ分かっていませんけれども、さらしの日記の書いた女性は一の巻二の巻というふうな言い方で言ってるわけですが、一の巻二の巻という言い方はその他のものには出てこなくって、54条の巻巻それぞれこういう我々に美しい名前がついているわけですが、おそらく作者自身が意識してこういう言葉を巻の名前として考えていたんだろうと思いますが、もう一つ若紫という言葉が出てくるのが紫式部日記ですね。伊勢物語の中で、はちょっと最初の段読んでみましょうか。昔男ウイコウブリして奈良の京春日の里に知るよしして狩りにいにけり、その里に糸生めいたる女腹から住みけり、この男垣間見てけり、思ほえずふるさとに糸を発さなくてありければ心地惑いにけり、男のあるいはこの脳はちょっと問題の脳なんですけども、男の本当はない方がいい、男来たりける狩り切の裾を切りて歌をかけてやる、その男忍ぶずりの狩り切を何来たりける、春日野の若紫のすりごろも忍ぶの乱れ限り知られず、春日野の若紫のすりごろも忍ぶの乱れ限り知られずと何追いついて言いやりける、ついで面白きことともや思いけん、本当はこの歌でもうこの物語終わってるのが一番最初の形でしょうね。だん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 少しずつこう、説明と言いましょうか、あるいは、やがては批評の言葉なんかがついてくるわけです。となん追いすぎて言いやりける、本当はここもなくてもいいわけですね。さらについで面白きことともや思いけん、面白いチャンスだと思ったんだろう、こういう恋歌をやるのには面白いチャンスだと思ったんだろう、これももうなくてもいいわけですが、さらにその次に道のくの忍ぶ文字取り垂れゆえに乱れ染めにし我ならなくにという歌の心映えなり、なんか親切すぎて物知りすぎて余計な学者先生みたいなのがさらにこういう中を付け加えていくわけですね。最近の論文ってのはなんか中の方が多いような論文がたくさん、折口信夫が生前は論文指導の時にああいう書き方をしますと、まだああいう書き方ってのはその頃はそうありませんでしたけれども、それでも学生の中には中をいっぱいつけていくのがいました。怠けるんじゃない、こういうものは全部理解してそして自分の文章の中に溶け込ませるものが、それが文学の論文なんだ、それをパッ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 跳ね出してそしてこんな中を20も30もつけるもんじゃないってよく言いました。なんかしかし先生亡くなってからますますそういう傾向が学会に強くなりましたけれども、本当はああいう中のまま出すっていうのは非常に不評価なんですよね。その中を自分がもう素晴らしい中であればあるほど考えしてそして自分の考えの中で、消化してそしてその説を取り入れるべきところは取り入れるべき形で取り入れ、弾き出し批判すべきところは細やかに批判してそして自分の論を文学の論なんだから
ああいう無残な形で、書くもんじゃないとよく言いました。しかしそれはまた実に弟子にとっては苦しいことでありまして、折口信夫の友人で時善麻呂という、中世の和歌については非常にいい本を書いていった人ですけれど、ことに為兼の研究、余興宗風雅宗の家風の指導者であった京極為兼の研究なんかはいい研究を残していかれた人です。折口信夫の短歌本質成立の時代という論文を折口信夫に書かせた人です。それは自分で作者別万葉集と、それから作者別万葉集以後と、2つの本を割合に若い頃編集せられた、つまりアンソロジーなんですが、万葉集のアンソロジーと、それから万葉集以後の直線和歌集の集歌のアンソロジーです。その万葉集以後の解説に友人の、そして日光という雑誌を反荒らぎの集団とその頃言ってたわけですが、そんな別に政治的な意図があったわけではないんですが、荒らぎ派に属さない、北原白秋とか、時善麻呂とか、あるいは荒らぎ派から出てきた小泉近氏とか、前田夕暮れ、折口信夫というふうな歌人たちが集まって、そして荒らぎ派的な歌ではない歌を作り、あるいはいい研究論文を発表していた雑誌なんですが、でそういうその雑誌で、折口信夫の学問と日本文学に関する、あるいは日本文学の発生論というふうなものも、いい論文が雑誌に出されているものがあるわけですが、あるいは、自分の著作の解説のために、ああいう素晴らしい、短歌の本質はいつどういうところで完成するのかという、それはその頃まだ誰も言ってなかった玉葉集風雅集こそ短歌本質の成立した姿なんだという、そういう論文を、それに刺激せられて、だから時さんも為兼の研究家になられたと言ってもいいんですけれど、そういう論文を書いたり作品を発表したりしてた白秋だとか時善麻呂だとかっていうのは、折口信夫の作品と評論の大変な理解者なんですけれども、折口先生が亡くなった後に、僕は時先生が大学院に来て為兼の講義をしてくださってた、私ももうその頃講師になっていましたけれども、時先生の講義はなんとか時間都合をつけて聞きに行ってたわけです。講義が終わった後、よくいろんな話してくださったんだけど、岡野君、折口さんみたいなあんな天才の弟子になったら不幸でしょう、手も足も出ないでしょう本当にそうなんです。もう少し普通の能力の先生のところへ弟子入りしてたら、それはやっぱり、30代の半ばぐらいになったら一生懸命書きたいものが書けるようになってくる、また書かなければ具合が悪いわけだ。ところが30代40代手も足も出ないですね。つまり生きてる頃論文の書き方一つでも、そんなふうに文学に関する論文をあんな雑な無残な論文の書き方で書くもんじゃない、あんな怠けた論文の書き方はないんだ、文学の論文にはないんだ、論文体っていうものをなんか文部省が決めたような感じになっているけれども、文学の論文は文章そのものが文学でなければならないんだ、文章そのものが文学であるような、そんな文学の研究
論文が書けるものではございませんで、ああそうか、時先生が言うようにあんまり偉い先生につくとそれは不幸の始まりなのかと思ったりいたしました。でも、だんだんこう年が経ってみますと、これはもう一生に本当に、千載一遇の幸運に巡り合ったんだという思いがします。あんな先生とそのたった二人だけで一子相伝みたいな形で口述筆記を幾晩も書いたんだ。その時は本当に機械みたいになって書いてるわけで、もったいない。本当はあの時の過ごし方、もったいない接し方をするわけですけれども、でもあの時が経てば少しずつこう反芻していると分かってくる、あるいは読み返していると分かってくる、まあそういうものなんですが、とにかくそんなふうに、この伊勢物語の最初の段というのはなかなかやっぱり考えられた、ね、面白い話なんですね。あの昔男が初めて冠を、つまり元服して、そして初めて正式に冠を身に頭にいただくようになって、そしてそれは同時にまた、初めて官位をいただくことになるわけですね。やっと一人前の貴族の仲間入りをすることができるようになったわけです。同じような境遇にある若者たちが有頂天になって、そして、都からあの少し寂れた奈良の京の春日の里、郊外の春日の里へ、狩りに出かけていくわけです。まあ知るよししてっていうのは、そういう仲間同士連れ立ってというふうに取る解き方と、それからそこにその男の領地があって、その縁でというふうに見る見方とありますが、どっちもなかなか面白いんですが、まあ一番平凡によく気心の知れている仲間同士誘い合ってというふうに見ておきましょう。で、語らい合って狩りに出かけていった。その春日の里に糸生めいたる女腹から住みけり、糸生めいたるってところを訳するときに折口信夫は肺から肺からしたってこう言いました。女のあれに肺から肺からしたのもちょっとおかしいなと思うんだけども、なんかあの肺から肺からしたって言葉がきっとあの大正の頃でしょうね、おそらく流行ったんでしょうね。でその印象が好きだったんでしょう。つまりそういうモダンな、女兄弟が住んでたという、まあそれだけでこうなんか男、若い男はワクワクするようなもんですが、この男垣間見てけり、そのモダンな女兄弟の姿を物の隙間からちらりと見たことだった。もうこれはたまんないですね。一番魅力的な形でその女兄弟の姿を見たわけです。思えずふるさとに糸を発さなくてありければ、思いがけずこんな古びた、つまりもう都が降りてしまって、そして、寂れてしまっている、そういうところに大層似つかわしくない状態で、しかもチャーミングな女性がいるわけですから、心地惑いにけり、すっ
心がうろうろしてしまった、すっかり迷惑せられてしまった。そこで男は着ていた仮絹の裾を切りて歌をかけてやる。即座に物の哀れを実行したわけですね。着ている仮絹の、だから仮絹ってのは今その裾にそんな四角な布なんかついてませんけれども、この頃はまだ仮絹の裾にも頬の裾のようなこう四角なこう切れ紙布切れがこう飾りについていたんでしょう。そこのところをちぎって、そしてそれに、即座に歌を書いて、そして、女のところへ持たせてやった。その男、忍ぶずりの仮絹を何着たり着る。ところでその男は、忍ぶ草の模様をすりつけた仮絹を着ていたと。それで春日野の若紫のすり衣、この春日野に生えている若々しい紫草から取った染料で染めたこの忍ぶずりの乱れ模様、それを切って今この歌を書いて差し上げますが、この忍ぶの乱れ模様のように私の心の乱れは限りも知れぬほどでございます。私の心はもう乱れに乱れております。そんな歌をやったというんですね。追いついて言いやりける、間を置かないですぐさまそんな歌をやった。そういうチャンスとして、そういう恋のチャンスとしてなかなか面白い機会だと思ったんだろうよ。この歌は道の句の忍ぶ文字ずり、垂れ上に乱れ染めにし我なら泣くみという歌の、そういう気持ちだ、つまりその歌を本家にした気持ちなんだ。もうそこまで言われたらげっそりですね。学者先生がきっとその余計な中をいつの時代かにもう少しのうちにつけたわけでしょう。そして今度は批評好きな人が、昔人は書くいち早き雅を何しける、昔の人はこんないち早きってのは手っ取り早いということでは全くないんですね。手っ取り早いというふうに取るとこれ間違い、いち早きってのはいち早振る、ちはやふるというふうな言葉です。猛烈な、激しいということですね。昔の人はこんな心の激しい風流をしたんだな、昔の人は若者でもこんな心の激しい風流をしたんだな、つまり昔を素晴らしいと思っているわけですね。今の世は、物の哀れを知っている大人でもこんな情熱的な恋はできやしないだろう。昔はまだあんまり心の哀れを知らない若者だって、こんな一途な恋をしたんだなと言って褒めているわけですね。つまりこういうこの若者の心の激しい、しかしちゃんとチャンスを捉えた、色好みを褒めてるわけ。そしてそういう色好みっていうのは、人生の体験を深めて、そして本当はできるはずのものなんだけれども、昔の若者は若者でもこんな情熱的な恋ができたんだな、今はダメだなとこう言ってるわけですね。こういうところもなかなか面白いわけですけども、このだからそういうふうに見るとこの批評家の付け加えも、まんざら意味がないわけではありませんけれども、とにかくこの話なんかは非常にやっぱり
平安町の人々の心の中では感銘の強い話だったわけでしょうね。でそういう若紫という言葉がここで牧の名前になっている。それからもう一つは紫式部日記ですが、寛弘5年の11月の1日の上に左衛門の神阿那賢子この辺りに若紫や三郎と伺いたも、源氏に似るべき人も見えたまわぬに、かの上は巻いて以下で物したまわんと聞きいたり、道長の娘の少子中宮に仕えている紫の上ですね。で、左衛門の神っていうのは藤原の金刀、少しも家柄は非常に道長なんかと、ね、年齢も同じですし、家筋から言ってもちっとも引けを取らないんですけれども、あっちの方が勢いを得て、時を得て勢いがいいわけです。羽振りがいいわけです。それで、政治的なことには断念して、風流貴公子という面で名前を挙げようとした。そういう面で有名だった人ですが、その風流貴公子の藤原金刀が、阿那賢子、この辺りに若紫や三郎と、つまり、紫の上の心を気を引いたわけですね。もうその頃紫の上が源氏物語書いているってことで、それを借りてきて人々が写本作ったり読んだりしているってことはよく知ってる。もう世間に噂になって流れている。それだから、金刀が阿那賢子、いやー恐縮なことですな、この辺りに若紫さんがいらっしゃるかしら、どうもいらっしゃりそうよとかいうふうな感じでこう、紫の上の、つまり紫の上を若紫というふうに見立てた言い方で気を引いた言い方をしたわけですね。と伺いたも、それに対して、紫の上の心の中で源氏に似るべき人も見えたまわぬに、かの上は巻いていかがものしたまわん。源氏に似た人がいらっしゃれば、それは紫の上さんもいらっしゃるかもしれないけど、源氏に似てるほどの人なんか全然見当たらないのに、何が紫の上さんがいらっしゃるものか。つまり、やり返しているわけですね。気持ちの上で。プライドが高い女性らしい書き方ですね。日記の中の書き方ですけれども、なかなか面白い。まあそういう若紫っていう言葉は、この巻の名前になっているわけですけれども、そんな風に当時の人々の心の中では、印象の深い言葉であったんだろうと思います。しかし物語の語り出し方はこんな風に、源氏のわらわやみのこと、その治療がこういう形で始まるという北山のちょっとこう物寂しいような場面が語り出しになっているわけ。